前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。それを阻止しようとするギャラルホルン敵の目を引きつけるために、私たちは前回と秋広くんのガンダム節を…え？急に秋広くんって出てきたけど、鉄火団団員の秋広アルトランドくん、筋肉ムキムキプログラム、そんな大…一番乗りを先取りしやがって。ランキャノン出るぜ。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。キャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月君と町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい差が出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりしてるか、必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて、何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め、団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長、三日月が先を急ぎましょう。邪魔する奴は全部敵だ。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている、とっとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたのよね。ケースではモビルワーカーしかいないはずなんだけど、どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。決まりとデータが足りないことがブレイクミッションに影響しているの。オルガ、あとはクンデリアそれに行く。小隊長、まだまだ敵の数が多いから囲まれないように注意して。逆にチェインブレーカーをぶっ放して弾き返した。何それ、一匹一匹プチプチ潰してくよ。どっちだ、出てこなければよかったのに。する奴は潰せばいい、そうでしょ、オルガ。そうだな、お前が俺たちをこんなところで終わらせてくれるはずがねえ。なあ、ミカ、行くぞ、バルバタス。クランク2を手にかけた罪深き子供め。誰そいつ。貴様、この腕手普通じゃない。
止まらない。加速する。俺たちは議事堂へ向かう。そっちは任せたぞ。ああ任されたあ。罪深き子供を暗くによ。お前たちと戦うつもりなどなかった。お前たちを救うつもりでいたというの。おいバルバドス、いいからよこせ。お前の全部。まだだ。バルバドス。死んでやがれ。何？まだだ。もっともっともっとよこせ。バルバドス。そんなのバルバドスだ。ちょっとさくら、みんな大丈夫なの？大丈夫だよ。これが彼が選んでいる道だ。さくら、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。鉄火団のみんなに連絡できるよ。お前ら聞こえるか。まかないとクーデリアは議事堂へ送り届けた。俺たちの仕事は成功したんだ。だからこっから先は死ぬな。もう死ぬんじゃねえぞ。こっから先に死んだ奴らは団長命令違反で俺がもっぷり殺す。だからいいか。何としてでも張ってでも、それこそ死んでも生きやがれ。うん、分かった。オルガ、まだやれるぞ。これはどうだ。このバケモノが。お前にだけは言われたくないよ。暗くにボドウィンとコムサンさん、私は私の魂。そのガイリアボードリンとコムサンさん、キマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでもこれからも。やったの？これでトゥルーミッション完了よね。キマリスのことは気になるけど、エラーは出てない。ブレイドアウトするよ。うまくやれたな。ありがとう。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて。そんな単純なものじゃないよ、あれは。え、どういうこと？ううん、なんでもない。さて、アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。いや、このディレクトリのだよ。この他にもあるわけ。気はしてたけど。ユノ、ごまかしよくない。ユノ落ち着いて聞いて。ユノ姉さん、 G ユニバースは管理システムのある階層に行かないと。ユノ姉さんたちを送り返もう残念。ブレイク現象の影響で今は階層。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。に全く調子いいんだから。ハロも嘘つかない。さあ、今度こそサンクキングダムを救うわよ。ユノ姉さん、今回のトゥルーミッションは3点だって。史実の修正をするんでしょ。
今回の舞台はサンクキングダム山岳部の国境地帯。リリーナ代表さんが。サンクキングダムを解体？私たちがブレイク修正をする前に。いやいや、史実通りだよ。ブレイク現象の規模によっては前回のニューポートシティ戦の先の歴史。孤軍奮闘するガンダムエピオンの援護で乗っているのはヒーロユウ君。その彼をウィングガンゼロのパイロットは以前はウィングでガンダムでオペレーションメテオに投入された5機のガンダム。ゼロに乗るのは簡単。重要も重要。ゼロシステムとゼロシステム。はどこだ。カエさん先に出ます。ガンタンク発進。よし、アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。お前たちは俺の敵か。戦略上優位消失、戦術レベル最大効果確認。これはシステムエピオン。いや、ゼロシステムの影響だね。確か操縦者の未来を見せるシステムって。戦闘状況下で発生するあらゆるデータを即時演算、膨大な予測値を取得してそれを直接パイロットにフィードバックするコックピットシステムの通称ってことだね。パイロットを極限状況にまで追い込んで自らの指示が厭わない行動の結果得られる完璧な勝利を実現するための装置、それがゼロシステムだ。そこまでして戦争をしたいの？これを作った男は戦う敵の姿と自分自身の未来をパイロットに見せる機体だと言った。勝者と敗者に祝福を与えられるガンダムだと。それは神の概念そのものじゃなくて。俺は神だと信じない。俺にあるのは支配と戦う意志だけだ。テリア、これはどうだ。ビルゴっていう黒い乗り方がモビルドールよね。サンクキングダムにはなかったけど、ロームフラガイロンが開発した自動操縦システムの無人機だね。戦争をゲームにするただの人形だ。俺たちを止めることなどできない。クライオレ逃しはしない。ダメだダメだダメだ、黙れエピオン。どうしたの？あ、ゼロシステムからのフィードバック。ものすごい精神力で耐えてるけど、やっぱりシステムの干渉が大きすぎる。このままじゃ最後まで持たないんだ。ゼクスが来るのか。どうしてそれを。エピオンが教えてくれた。ゼロシステムすごい。俺のことは気にするな。行くぞ。奴が来る。ジーユニバースの枠を超えるつもりも、それが可能なのはやはりガンダム。ぜい直ちに破壊する。当たれ。もう十年ここでやる。ぜい破壊する。話はしろ。反応速度はこちらが上だ。深すぎか。テリア深すぎか。このまま引き下がったら貴族どものいい笑い者だぞ。しかし相手はガンダムです。ザイダムはガンダムという名称を認めない。我が第4人モビルドール宮廷師団は名もないモビルスーツどもに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。小隊長、ヒーロ君、ここが踏ん張りどころ。分かっている。この先に奴は来る。これはどうだ。セリア出すもんか。ぜい
術レベルクリア。継続して戦略レベルに行こう。ウィンゼロか。戦闘レベルターゲット確認。排除開始。ガンダム新型か。このウィングゼロに決戦を挑むつもりなのか。ヒーローイン。なぜお前がここに。ゼクス、貴様がその機体を選んだのはミスだ。ヒーロー、戦況を確認する。貴様は敵か。ゼロに聞け。何、数多くの機体を乗りこなしてきた私がと。ウィングガンダムゼロとガンダムエッグ、この戦いがアフターコロニー時代のターニングポイントになるよ。少年長、ガンダムエッグの援護をお願い。そう、戦いは、サンクキングダムはどうなったのだ。崩壊したというのか。サンクキングダムが。遅かったか。過去を見せられたか。ゼロシステムは未来を予測するものじゃないの。パイロットに完璧な勝利をするためなら何でもするってことだ。ではこの戦いに何の意味がある。どんな意味があるというのだ。殺しに来た者は殺せ。そういうのだな、ゼロ。いいだろう。僕だってアムロに負けてらんないからな。へっ、俺にだってこれくらいはな。不思議だな、戦いやすい気がする。ミッションコンプリート。ミッションコンプリート。これで全部のブレイクミッションの修正、トゥルーミッションの再登録が終了。このディレクトリのでしょ。ほら、次の階層に進めて。それが私の権限だと次のディレクトリに入れないみたいで、犬姉さんとハラ君の協力を。というわけで防壁破りプログラム。ハロー、また勝手に。私に防壁、ファイアウォールを解除する権限はないんだけど、今それに必要なデータをハロ君に入力したから、あとは犬姉さんが防壁破りプログラムを、はあ、なんでこんなところまで来て。これでいいと思うんだけど、どう？ハロ、プログラム清掃勘弁しろ。さくら、エクセレント、さすが犬姉さん。じゃあ防壁破りプログラムを走らせてみて。 G デモリッションスタート。エマージェンシー、エマージェンシー、ユノ危険、ユノ。
したの？イリオンステーブルに侵入された？違う、別のフィールドに転送されたの？ようこそ、レディたち。そして、ガンダムラトレイヤを退けたパイロット。覚えてもらえたとは光栄だな、小隊長。君の操縦はなかなかのものだった。私も覚えておこう。特にブーストの扱いは。好き勝手に喋らないで。一体この基地に何をしたの？不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。ガベージコレクション、不要領域にこの施設のデータを転送した。サンクキングダムの時といい、何者なのあなたは？何を知っているの？私にはそれを答える権限は与えられていない。つまり私たちの敵ってことしかわからないと。ほう、お前が味方で私が敵。本当にそうならいいのだがな。これから先行型プログラムであるその基地を消去しようというのだから、現時点においては敵という表現が正しくはあるか。ではアップデートしたガンダムラトレイヤーの力見ていただこう。何もわからないまま消去されてたまるもんですか。小隊長、出撃お願い。ガンダムラトレイヤーアップデート完了。カーメスマーキュリー見参。カイさん、先見てます。ガンタンク発進。よし、ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。出てきたか小隊長、楽しみにしていたよ。答えてもらうわ、赤メガネ。私や小隊長はこの G ユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよね。私にはそれを答える権限は与えられていない。
この空間を組んだってことは、あなたもまたプログラマーなんでしょ。私たちより前に人格がデジタルデータ化された例ってあなたじゃないの？お、なるほど。 AI でのさくらに権限に制約がある。でもこの世界の外から来たものならどう？なかなかの考察だが、それも答える権限は与えられていない。逃がさん！どけよ！直撃させる！行け！確かに軌道の武装もサンクキングダムで戦った時とは別物。アップデートは済ませたと言ったろ。貴重なデータも手に入ったのでね。エイハブリアクターゼロシステムといった検証データだ。私たちがブレイク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構、興味深いとは思わないかね、リトルレヴィ。そりゃ少しはあるけど、ずいぶん悪趣味なコレクターね。ガンダムのデータを含む謎の人格データ、他のシステムに置いてるのかな。さすがだ。落ちろ落ちろ。まだだ。まだ動く。狙う。これで決める。なるほど、やはりいい腕だ招待状。そうだけど選ばれる。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与えられて。お、通信エラー。君たちが修正を進めれば奴の計画が完成に。俺には止められ。ちょっとどうしたの？奴とは誰？それにあなたはどうして？私にはそれを答える権限は与えられていない。何度も言わせないでもらいたいものだ。招待状勝って。あいつにもさくらにも確かめなきゃいけないことがあるから。うん？ゆる姉さん、私は。ここまで私と渡り合うとは、やはり腕利きだな招待状君。だがラトレイヤ、レディユノ、ヤツの計画を、俺の言ったことを忘れるな。待ちなさい、まだ聞きたいことが。ヒル姉さん、あいつのことは後回し。ガベージスペースが崩壊するよ。ヒル姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、ヤツとは誰なのか。うまくやれたな。ありがとう。次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん大丈夫？あ、どこかに捕まってた方がいい？データの移動だから別に必要ないけど。病は力、ユノ、病は力。あなたたち AI なのに曖昧すぎるのよ。そう、彼女たちは AI でも、ハーメス・マーキュリーは。イリオンステーブル、全データの転送を完了。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。さすがハル先輩。その前にあの、パイロットとしての腕も考えると
そういう組織がコーディネーターなら操縦もプログラミングも両立できるけど、そう、彼には不可解な点が多いの。ユノネス、あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？犬姉さん、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか。私はそのために生まれたんだしね。私もそれしかないと思う。私いい AI だよ。さくら、悪いやつ違う、信じてやれ。ハロック、いや、ハロ先輩、同じ AI 同士の狂気さ。じゃあ後半やるべきこと、さっきハルブレイクミッションが複数って。落ち着いて犬姉さん。さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。宇宙世紀以外って、そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。ハロ君が検知してくれたのは以上。一つ目はコズミックイラの歴史、アラスカ基地に。二つ目は西暦2300年代の歴史。三つ目は宇宙世紀。ユノ正解。ユノ記憶力いい。ユノ姉さん、歴史のお勉強。先輩、用意はいいかな。ハロー、逃げも隠れも君がガンダムだ。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどブレイクミッション登録か。